ブルネイ王国の人口はおよそ39万人。その多くがイスラム教信者です。あちらに見えているのはオールドモスク。先代28代目の国王が設立したそうです。そしてその前にあるのは王族が以前使っていたと言われている船のレプリカです。いやー、モスクも船も綺麗ですね。毎週金曜日になると多くのイスラム教信者が礼拝にここを訪れるそうです。オールドモスクは第28代国王が1958年に建設、正式名称スルタン・オマール・アリ・サイフディン寺院と言います。オールドモスクの上の金の部分は24金でできているそうです。賞金王らしい。少し涼しくなったブルネイの街、夕日に映えるモスクを眺めるなんていうのも素敵ですね。オールドモスクのすぐそばにブルネイ川が流れています。水上で暮らす人々がいる集落の明かりを遠くに見ながら、お待ちかねの夕食をガイドの村上さんと共にします。お待ちかねの夕食の時間です。スープもグツグツ煮立ってきたので、鍋奉行の私が取り分けていきたいと思うんですが、何の料理ですかこれ？これはスチームボードです。スチームボード、海鮮のお鍋っていうことなんですか？そうです。これがトムヤムクンで、その隣が鶏ガラのスープということなんですけど、これやっぱりあれですか、海鮮から入れていった方がいいですよね。そうですね。じゃあどっちに入れてもいいですか？じゃあ均等になるように、両方に入れていきます。じゃーん、どうだー美味しそうだけど大丈夫ですか？湯気で見えてます。私雪降り美人になってます。お刺身とかも入れたんじゃない？ワッ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 。これカニ？カニです。美味しい。あ、これ海鮮最初に入れてその出汁が出てて、あ、そんなに辛くない。海と川の恩恵を受けてブルネイの暮らしは成り立っています。日本にはない風景にアジアの広さを感じさせてくれますね。夕食後、エミちゃんは平和で治安がいいということで散歩に出かけました。ナイトマーケット夜市にやってきました。いや、さっきからすごいいい香りがするんですよ。何ですかね、フランクフルトとか焼いていたり、あとデザートがあったり、あと果物、野菜、それから着るものなんかも売ってたりして、いやー、なんか活気づいてますね。またお昼のあの自然とは違う、こう夜のブルネイをちょっと満喫できそうなので、ベジやチーズ、それぞれ味が違うんだろうな。あ、これレバーかな、焼き鳥屋さんだ。スイーツ、甘いものだと思うんですけど、いや、すごいカラフル。これはピーナッツバター、チョコレート、の5種類が入ってる。はい。あイエス。あ、5個で60円、安い。どの味になるんだろう。大葉焼きを2つに割ったものをこう間をこう閉じたみたいな感じです。ふわふわ。なんだろう。これ何味だろう。なんか抹茶みたいな。抹茶みたいな緑っぽい色が出てきたの。これはカヤ？カヤ？カヤって何ですか？ココナッツ？これココナッツ。ブルネイの首都バンダルスリブガワンの中で一番賑やかな商業エリアがガドン地区。ここに衣食のほとんどが揃うナイトマーケットが毎日開かれているんです。賞金王ブルネイの旅、まだまだ続きます。あっと、
あのカリスマルアーフィッシャーマン村越正解の正解コレクションがインターネットショッピングで簡単に購入できるようになりました。正解が長年の経験研究の末開発した一品の数々、ぜひバナーをクリック。釣れるな、村越正解オリジナルの商品の数々、よろしければ。ちょっとダメだな、こういうの緊張するな、もう一回ごめんなさい。村越正解のオリジナル商品の数々、よろしければぜひ一度お試しください。賞金王ブルネイ特集。ブルネイに行きたくなるキャッチフレーズのヒントを求めて2日目の朝を迎えたエミちゃん。今ですね、朝9時なんですけれども、私はですねブルネイの中心部にあります朝市に来ています。もうずらーっとこのテントにお店が所狭しと並んでますよ。今日朝取れたのかな、新鮮なお魚とか。こっちは何、こうやって売ってるの、こうこの器にこう入る分で例えば2ドルとか5ドルとかそういう感じなのかな。地元の人たちはここで朝ごはん、お昼ごはんの食材を調達するそうなんですよ。さあ、ニューモスクにやってきました。こちらはですね、現在の国王、29代目の国王が作ったモスクなんです。いやー、立派ですね。でこちらドーム、もちろん24金でできているんですけれども、なんとその24金のタイル300万枚使っているそうなんですよ。豪華ですね。ニューモスクの正式名はジャミアスル・ハナサル・ボルキア寺院。ブルネイ最大の威風堂々たるモスクです。現在の国王の在位25周年を記念して2002年に完成しました。